おい、これ、起きろと言っておろう。やっと起きたか。酒場で飲んでいて、そのまま眠っていたのか。この男はどちら様ですか。こちらはユン・テガム様のご長男ユン・スンホ殿だ。はあ、ユン・スンホ、どこかで聞いたことがあるような。貴様がペク・ナミンか。はい、そうですが。この手か。私はお前の絵の虜になった。ここに触れてみろ。感じるか。貴様の絵を見ると私の妖物がこんなにも熱くなるのだ。今や貴様の絵をなくしては夜の営みを考えられぬ。ユン家の若旦那ユン・スンホ、思い出した。ところ構わず昼夜問わず男色に明け暮れ、父親に髷まで切られたという希代の公職か。春画は仮名で書いたのに、なぜ私の名前が分かったんだろうか。嫌な予感がする。若旦那、なぜこのようなことを。もう一度聞くぞ。この春画集、これも全て貴様が書いたものか。先ほど酒場でも申した通りです。私は書いておりません。嘘をつくのが実にうまい。酒場に転がっていた貴様の丸筒だ。貴様が書いたことは分かっている。一日も経っておらぬというのに、もう忘れたのか。この刀で一人の人間が死んだ。貴様が嘘をついたせいで。なぜ泣いているのだ。どうして私にこのようなことをなさるのか、わかりません。泣くな。わけがわからぬのは私の方だ。何故泣いているのだ。私が一体何をした。私にはできることがこれしかなくて、ただ食いぶちを稼ぐために春画を描いただけです。私が求めているのはそれだ。はい。食いぶちを稼ぐために春画を描いたと言っただろう。私の住処で寝泊まりしながら私のための春画を描け。それが貴様に望むことだ。若旦那のための春画というのは一体。